これより会議を開きます。ご着席を願います。私はヤバい鈴木宗男、カッコつける鈴木宗男、嘘つけだという鈴木宗男、反省すべき鈴木宗男、全く覚えておりません。私は鈴木宗男。いいですか？ヤバい院長。鈴木君。腹持ちが鈴木宗男。院長。鈴木君。腹持ちがただヤバい。あなたはね、疑惑のデパートって言われてるけど、疑惑の総合商社です。嘘。ほらテレビで全国の人が見てるんです。イエスかノーかでお答えください。鈴木君。以上をもちまして、鈴木証人に対する尋問は終了いたしました。